なんだかんだで早くも地下7階。ところで何階まであるんだ？地下8階。つまり次で最下層だな。ずいぶんあっさり来たな。まだやること残ってるから。まずはキーアイテムを揃えることが先決。まだ揃ってないんだな。キーアイテム。そういえばキーアイテム以外に、どんなお宝があるんだ？ズバリ、ない。は？ドロップ品はあるが宝箱はないんだ。しかもドロップ品も店売りのものばかりなんだ。夢も希望もないダンジョンだな。あえて言うならゴミの山がお宝に該当するものだな。ゴミがお宝とか。役目を聞きたいのだが、いわゆる通行手形らしい。やっと謎らしい謎が出てきたな。ようやく登るんだな。最下層は階段じゃいけないんだ。それじゃどうやって行くんだ？ワープで行くしかないのだが、そのワープを使うための鍵がさっきのマークなんだ。意外に簡単な謎なんだな。
まで戻ってきたようだが、違うルートじゃないといけないんだ。その分岐点がここにあるわけだな。この先がワークポイントだ。この先の扉に鍵がかかっているのだが、この奥の仕掛けを作動させないと開かないんだ。おそらくここが最大の難関になるはず。なんだ難関なんだ？扉を開けるたびに敵が出てくるんだ。倒せばいいだけだろ？見てみればわかる。
続くんだな。これが最後だが、難関だろ？これは確かに難関になりそうだな。戻りは出ないから安心。出たら鬼畜すぎるだろ。ちなみにこの扉がロックされていたんだ。確かに解除されてるな。さあ、いよいよラスボスのお出ましだ。
最後に、編集してて気づいたことがあります。裏技でも発見したのか？地下3階にあるルーの盾、取り忘れてました。なくてもクリアできるんだな。キーアイテムじゃなかったようです。オチがついたな。最後までご視聴ありがとうございました。